です。よろしくお願いいたします。そして、キーボードで、歌い手さんによる3名の、ね、あの演奏で、はい、よろしくお願いいたします。365歩の前。
나를 듣는 날때
ご存知ですか？知らない。知ってますか？あの北海道の知床という、はい、北東部にあるそう、北海道のね、上の方にある知床っていうところがあるそうなんです。でここで森重久弥さんは皆さんご存知ですか？森重久弥さん知ってますか？であの彼は、俳優でもあったんですけど歌も歌っていて、それで北海道で映画の撮影があって、ずっとその知床にいたそうなんです。でその最後に帰る時にこの歌を作って、あの皆さんの前で披露したと言われています。なのであの少しの間知床にいたけれど、これから僕は東京に帰るよという思いが込められた歌みたいです。でその思いを浮かべながら歌いますので、ご存知の方はぜひ一緒に歌ってみてください。じゃあよろしくお願いします。
来ます。銀座カンカン娘。